ナミさん、今日も動画を送っていただきましてありがとうございます。ビットコインとかね、カルダノエーダ、ビットコイン、その他のアルトコイン、まあいわゆる仮想通貨全般にですね、今結構いい感じのニュースが入ってきてるんではないかなと思います。もちろんネガティブなニュースもあるんですけども、サークル K に暗号通貨の自動販売機がね、 ATM が設置されるってすごいですね。これアメリカなんですね、進んでるわと思います。まあ、それからね、カルダノにもなんかポジティブな風が吹いてるということも聞きますし、今回私ね、ビットコインに関して結構いいニュースが続いてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それに反応するように今370万円ぐらいまで盛り上げてきていますし、本格的に値をね、戻していくのはこれからなのかなと思いますけども、あとイーサリアムですね、イーサリアム240万ぐらいになってくれたんですけども、24万ぐらいになってくれたんですけども、やっぱりね、50万タッチはまだまだですよね。で、ガス代が安くなるのが8月3日から8月5日ぐらいの間で、ちょっとイベントが起きるのかなと思うんで、もうちょっとね、様子を見てみようかと思います。私ね、リップルをしっかりと売り抜けた後は、あとはあれですよね、次はあれなんですよね、イーサリアムを売り抜けられるかどうかってことなんで、イーサリアム私100万円ぐらいの水準まで、80万から100万の間まではちょっと辛抱して待とうかと思うんですけども、そこまで上がる兆しは今のところないですね。とりあえず30万とか40万のラインに戻ってくれればなと思っているところです。これからもニュースよろしくお願いします。ありがとうございました。